中年オタッキーです。ちょっとね、今日も非常に暑くなっておりまして、トラックのエンジンをね、かけたままちょっと撮影させていただきます。死んじゃうんでね、本当にね。今日はね、このカメラの紹介になってまいります。これね、リコー35デラックスっていうね、非常に古いカメラになります。面白いカメラですし、びっくりするぐらい映りがいいです。そんなわけで、このカメラの紹介になってまいります。はい。このね、リコー35デラックスなんですけど、発売がね、1956年の3月で、これ昭和、何年だ ?31 年になるんですかね。リコマットっていうね、レンズを搭載してます。これリコマットの、45mm ですね。F2.8 ということで、これどうやら富岡光学の製造ということですね。リコーさんの情報によると、富岡光学製ということでね、3分5枚構成ということで、まあおそらくね、フォクトレンダーのヘリアあたりのね、コピーレンズなんでしょうけどもね、もう非常に写りがいいです。びっくりします。でね、シャッターが成功者 MX、シャッタースピードはマックスで500分の1まで、で絞りがね、いくつだったかな、 F2.8 から22まで絞りあるんだね。最小絞りが22です。驚くのが価格です。昭和ね、31年でね、17,500円したそうです。これ結構な値段ですよね。多分ね、ラーメンとかうどんが30円ぐらいで食えてた時代です。10倍で300円、20倍で、600円、まあ安く見積もって20倍としても、35万円ぐらい、今ラーメンの感覚で言ったら35万円ぐらいした、カメラになりますね。で今回ね、この紹介しているカメラ、いつも紹介している、和孝様よりね、提供されたカメラになります。こんなね、状態がいいね、カメラをねいただいてありがとうございます。でこうなかなかね、まあ、見た目はね結構ね現代的に見えるでしょ。ところがね、よっ、巻き上がりはこんなのがありますね。すごく面白いのがね、フィルム質は取り外し式なんですよ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。巻き上げレバーも一緒に外れます。で、巻き上げレバーの動作がね、ここか。ここに繋がってるんですね。これ、フィルム質のね、スプロケットに繋がってるんです。だからね、ここで巻こうと思ったら巻けるんですよ。ちょっと硬いけどね。いいよ。ほら。ほら。ここで巻こうと思ったら巻けるんですよ。でね、まあ、レンジファインダー式のカメラになるんですね。20像合致式のレンジファインダーカメラで、このいただいたカメラはね、非常に状態が良くてね、もう20像がくっきり見えてます。ファインダーもね、結構明るいんですけど、倍率としては 0.8倍いくかな。まあクリアはクリアなんですけども、ちょっぴりちっちゃいことはちっちゃいですね。それでね、まあ作品をね、作例を撮ってきたんですけど、作例なんですけど、これね、まあご覧いただけばわかるんですけどね、もうね、とにかくめちゃくちゃにシャープです。でこれはね、直接太陽に、多分レンズに太陽の光入ってるんですけどもね、なかなかね、そのフレアとかもね綺麗ですね。これ多分コーティングとかないと思う、時代的にコーティングとかないと思うんだけどな。この写真もね、もうものすごいキレキレに写ってますよね。まあ環境っていうか、その天気がね悪い日が多くて、こうインドアの写真がどうしても多くなってるんですけどもね、ハイライトシャドウがきついような、このような写真でもね、もう崩れずね、しっかりした描写になってるんですね。このレンズなかなかだと思います。さすが富岡光学ということで、富岡光学のレンズにね、ちょっと外れがないのかなっていう、ちょっと外れている富岡光学のレンズを、知ってる方いたら教えてくださいっていうぐらいのレベルの、出来になってます。でもう本当にね、まあ確かに巻き上げレバーが下にあって、しかも前押しで巻き上げるっていうね、キャノネットとは逆になりますけど、
まあ古い部分もあるんですけどね、セルフコッキングもしっかりさ、セルフコッキングっていうのはね、あのシャッターチャージとかその面倒くさい作業が全部一発で済む、シャッターボタンにつながってるってやつですけど、セルフコッキングもね搭載してましてね、あの巻き上げと、シャッターチャージが全部共通してるやつですね。でファインダーもね一眼式で、しっかりあのファイそのレンジファインダーになってますからね、これなかなかのカメラ、まあ、値段もなかなかですけどね、昭和31年で 17,500円っていうのはちょっとうはぁ金持ちしか買えんぞっていう値段じゃないでしょうかね。で結構ねあのメーカーとしてはなんか反省していたみたいです。シャッターカバーを二重にしてレバーを隠すようにして、デザインは一見スマートになったがカメラが重くなってしまいましたという反省文みたいのを書いていますけどね。リコーさんのね、ホームページに行ったらねこのカメラの紹介未だに見ることができます。でねもう加工精度はねもうあのもう素晴らしいですね。これねもう美しいカメラになります。これねもうあの工芸品のレベルですよね。これ削り出しで、これもう溝も全部これ多分削り出しですよね。今だったらねそのプラスチックで、作るような部分でしょうけど、であの書いてあるこれピントが合わないから、あ合うね、書いてある文字とかもねすでにもうね何年だ70年までいけないか、64年ぐらい経ってるのか、64年も経ってるのにこれ文字がもう全部しっかりしてるんですね。あの当時のねその日本の工業製品のねレベルの高さをねこう垣間見るというか、素晴らしい製品になっています。製造番号がね13,077ですかね、これ、まあ、大した台数はね生産してなかったんでしょうね。でフィルムカウンターもねちゃんとね純酸式で、それも、キャップを取り外して、その裏蓋を取り外したらリセットされるというね、もうあの念の入れようでね、これなかなかいい出来になってます。はい。でこのカメラね確か、フリーマンさんもお使いですよね。フリーマンさん3台持ってるとかなんとか、3台も買ってどうすんだやっちまったとか以前なんか投稿されてましたけど、そこそこねその残ってることは残ってるようですね。ヤフーオークションとかでもたまには見かけますけども、さすがに古いものでして、ね、状態がまちまちで、価格もねまちまちなんですね。ジャンクカメラセットにね放り込まれていたりして、めちゃくちゃ安く買うことができたり、めちゃくちゃ高く売ってたりとか言って、相場はさっぱり分かりません。で状態がね悪いもの、このカメラもね実は撮影テスト撮影中にね一回やね、シャッターチャージがね、できなくなって、結果的に油、シャッターメカにね注意したら直ったんですけど、まあ、シャッターチャージがね、2回に1回ぐらい失敗したりねするような状態になったんですよ。そういう時はねシャッターチャージの周りをね清掃して注意したりとか、すれば直るような感じがしますけど、まあメンテナンスはねちょっとその状態にもよりますし、そのカメラそのいじる腕にもよりますんで、僕は結構苦労しましたこの組み付ける位置とか順番とかを間違えるとね、シャッターが切れなくなったりするんですよ。これ結構ねバラすときにねしっかり確認してからね作業するのがいいかと思います。はい。今日のね、カメラ紹介は、こんな感じになります。でここからは、ちょっとね人数少ないんですけども、視聴者様の、作品のコーナーになってまいります。はい。作品紹介のコーナー今日2名、2名が少ないっていうかね、普通2名ずつぐらいっていう最初始めるときは予想してたんですよ。まあこれが普通だっていう感じなんですけどね。トップバッターは夢旅人さんで、タイトルがね、大車輪。撮影機材がね、キャノン EOS 6D、ISO100 で、ISO200 でね、プログラムで撮ってますね。EF35135F4 から 4.5 っていうレンズで撮られているみたいです。道の駅で休息していたら偶然見つけましたということですけど、これ非常にね、見上げる構図でね、いいと思います。結構ね、こういうのを撮るときはね、全体を撮ろうとしてね、中途半端な、構図になりがちなんですけどもね、これはね、その大車輪っていうね、
この水車かなんかですよね、これ大きさをね表現するためにねちょっと寄ってね見上げた構図で撮ってるんですよ。これいい写真だと思いますね。はい、夢旅人さんありがとうございます。次はねガメラさんの作品、デジタルカメラで撮影、タイトルは交差点。富士フィルムの XM1 に、XF35mm、F2、換算 50mm でフィルムシミュレーションアクロスで撮りました。信号待ちしてた時のふとした視点を切り取ってみましたってことですけど、これね、もう、これ多分ね、もう本当に目の前撮ったんですよね。もうちょっと引きたかったんですけど、後ろに人かなんかいたのかな。まあ、このね、富士フィルムのね、XM1 か、この XF35F2 っていうね、レンズ、これすごくいいですね。前、先週もなんか、前回の動画かなんかでも、紹介しましたけどね、背景ボケも非常に自然ですしね、シャープな絵になっておりますね。はい、ガメラさんありがとうございます。この次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、テラーさんの俺のカメラ、いつも楽しく拝見しております。今回先日購入したローライ35の写真を投稿します。フィルムカメラは半年前に始め、それがカメラを始めたきっかけになります。解像度の高さを求めた結果、今のメイン機はデジタルカメラの X Pro 3です。しかしフィルムカメラの楽しさが忘れられず、サブ機になるコンパクトなフィルムカメラを購入とできました。とても綺麗な個体で満足していますということで、ローライ35ね、僕もずっと狙ってるんですけど、さすがローライ、なかなかね高いんですよね。これ確かテッサのレンズかな、振動式になってますけどね、これ、確か師匠もねローライ35を使ってると思うんですけど、非常にコンパクトな、映りがいいっていうのね、まあ、目測機にはなりますけどね、ちょっと撮影テクニックはいりますけど、こんだけコンパクトだとどこにでも持ち運べるんでね、気軽に撮れて映りがいいということでいいカメラになると思いますね。この写真ね、ちょっと次回の俺のカメラのコーナーから、タイトル画面にさせていただきます。はい、次はやったやっちまったのコーナーです。はい、やったやっちまったのコーナーね、ミッシェルさん、やっちまったに初投稿します。人生初の二眼で撮影しました。蓋をしっかり閉め忘れ、途中で開いたり多重録音したり、挙句は撮影後フィルムを転がしたり、最悪案の定観光してますという付箋が貼ってあり、12枚中6枚がほぼ写っていなくて3枚がまとも、今回は残りのなんだかなという3枚です。カメラリコーダイヤコードです。あ、知らないな。フィルムは富士のプロ160、次回は慎重に頑張りますということで、二眼レフカメラね、しっかり閉めててもね、ちょっと観光したりね、することはありますよね。まあ、カメラのコンディションのチェックもそうなんですけど、やっぱ撮影前の、なんですか、チェックはしっかりってことですね。あと、フィルムをね、その、抜いてね、ポロンって転がしたらね、緩んで観光するんですよね。その辺もね、二眼レフカメラのフィルムを抜くときは、なんか椅子に座ってちょっと安定したところでやった方がいいのかなって思いますね。はい、今日の動画はここまでになります。でね、いろんなカメラでね、まあ、撮ってまして、次のちょっとネタはわかんないんですけども、ペンタックスの MX か、とかも取り上がって今現存出してますし、その他のカメラもいろいろ撮ってるんですけどね、オリンパスペンの、ペン S か、初代ペン S とかの、撮影も終わってるんですけど、まだ現像終わってないんですけどね、現像結果とかにも、よるんで、次のネタはちょっとはっきりわからないんですけど、またその気まぐれというか、流れでいこうと思います。はい、今日のね、動画最後まで見ていただきありがとうございます。ヤフーオークションとかはね、ちょっとね、お金使いすぎててね、小休止になると思うんで、しばらくここからはね、もう紹介するカメラ山のようにあるんでね、カメラ紹介が中心になっていくと思いますが、ね、よろしければね、高評価、あとコメントもね、お暇な方あればね、コメントよろしくお願いします。あとね、まだチャンネル登録されてない方、今後もね、カメラ、特にフィルムカメラに特化して、取り扱ってまいりますので、よろしければね、チャンネル登録して次の動画をお待ちください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。